はい、皆さんこんにちは。今日ですね、2021年版のファンバッテリーの、服の取り付け方をやりたいと思います。まず用意するのはファン2つとバッテリーとケーブル、そして服ですね。これで実際に取り付けてみたいと思います。ということで、まずですね、ファンなんですけれども、こちらのカバーですね、外します。ここのギザギザのところを押していただくと、楕円形に緩みますので、外れます。2つ外します。はい、フックですね。フックに、まずこの、ジャックを下にしてですね、外側から中へはめ込みます。こちらをですね、この部分を下にしてはめ込みます。はい、はめ込みます。で、この輪っかを装着します。このね、ギザギザの部分、尖った山を山に合わせて、このギザギザをしてガチャッと奥まで差し込みます。このね、山を合わせてギザギザの部分を奥までします。はい、入りました。こちらケーブルですね。今回の2021年版は青が2つと赤が1つということで、バッテリーはなぜか青になってまして、ファンの方も2つですね、青になってますんで、じゃあ青をファンにつけます。で、今回ですね、楕円形になってますので、向きが決まってます。で、この青のやつをファンにつけます。ファンにつけます。で、こちらの方は楕円形になってますんで、これがくるくる回らないようになってます。差し込んだらコードをこのマジックテープに固定します。固定します。で、バッテリーはの赤にはめて、バッテリーポケットがありますので、こちらに入れるんですけど、こちらもですね、楕円形になってますので、上に上がるようにしてセットしてポケットに入れます。で、紐はですね、ここの襟のところのですね、ボタンはがっつりとつけていただいて、ここから風が流れるように空洞を作るためですね、このリボンをつけていただくためにボタンで固定します。はい、じゃあこれでちょっと着てみたいと思います。パワーの部分の長押しです。そうすると2でスタートしますので、風力を変えたいときはこのレベル、このパワーの部分を押すと、これ1が最強ですね。で、4が一番弱い弱ですね。弱でだいたい17時間いけます。3ですね、3で 8.5 時間、2で 6.8 時間、1で 4.2 時間で、カーボンモードをすると5分です。はい、こちらこんな感じですね。じゃあスイッチを入れたいと思います。パワーの部分を長押ししてください。そうするとレベル2でスタートしますので、最初はですね、ちょっとターボモードに行きたいという時はこの T を押していただければターボモードになります。14.4V のパワーです。こんな感じですね。かなりの爆音が流れますので、かなり強い風が来ます。まあ、誰がやってもですね、こういう簡単につけられますので、動画を見て参考にしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品は買えますよね。買えます。どうすれば買えるんでしょうか。弊社通販サイトアルベロットユニで買うことができます。下にね、リンク先貼っておきますんで、こちらで飛んでご購入いただければと思います。